はい、こんにちは。小野恵介です。今日は、えっと、ロードバイクの不分率は守るべきかというテーマで話してみたいと思います。では、行くと、えっと、ロードバイクとか、まあ、ロードバイクに限らずなんですけど、あの、いろんなスポーツでいろんな不分率があると思うんですよね。で、例えば、ロードバイクだとこういうのが、あの、あるんですよ。えー、何かトラブルが発生したときに、そのタイミングで、 と、えー、とアタックとかを仕掛けけててはいけないなってやつです、ね、あの、まあ、ツール・ド・フランスとかあの、まあ、そういう、まあ、ロードレースで、えー、やっぱりパンクとかあるわけですよ何かメカトラがあってでその時にメカトラで遅れてしまった時に今だチャンスだっていうふうにでしてもう一気にペースを上げたりすればもう当然そのトラブルを起こして遅れちゃった選手はもうかん 勝てないわけですよ絶対にだけどそういうことはやめましょうねっていうそういう不分率がありますこれは不分率なので当然ルールブックに記載されているわけではないのでじゃあアタックを仕掛けたからといって何かその人がうんとペナルティを受けるとかそういうことはないんですけどいや,、まあ、やめましょうねっていうそういうことがありますねルールブックには記載されていないけども、まあ、守らなければいけないとされていることあの 記載されてないのであの、ルールブックに記載されてないので、守らなければいけないっていう決まりはないんですけど、えー、守,ら守りましょうねっていうふうにされ,ものでされてるものですね。で、ここでちょっと皆さんに聞いてみたいんですけど、これどうですか。競技の結果を直接左右するような不分率を守る必要があるかどうかですね。不分率にもいろいろあって、 あの競技の結果を左右するものと左右しないものにちょっとここでは分けましたで競,競技の結果を直接左右するものを、えーえー、守る必要があるかどうかです。まあ、こういうものですよね、さっきみたいにトラブルが発生したタイミングでアタックをかければはっきり言ってそのトラブルが発生した選手はもう勝てないわけですよ。だからこういうのは競技の結果に直接左右しますよね。 でちょっと例を出しました。野球だと分かりやすいかなと思って、こうしたんですけど、野球にはこういう不分率があるんですよ。あの、えっ、ー、と、野球で大量にリードしてる、得点でリードしてるときに、盗塁はしちゃいけませんよっていう、そういうあの不分率があります。でも、盗塁すると、はっきり言っても、かなり点数に結びつきますよね。一つ類が進めるわけだから、もう得点できる確率っていうのは一気に上がってくるので、これ、 大量にリードをしている時にその不分率を守って盗塁しませんでした、えー、そういうことをやっててでそしたらいつの間にかものすごく打たれて逆転して負けちゃいましたみたいなことがやっぱりたまにあるわけですよじゃああの時に大量にリードしてたしてたけど盗塁しとけばよかったなってなるかもしれないんですけどじゃあこのルールはルールじゃないな不分率は守るべきかどうかですよねで 他にももこういうい不分率もあるんですよ。だけどこれはちょっとあのこの動画の中では取り上げないです。あのデッドボールを受けた時に過度に痛がってはいけないっていう、まあ、不分率があるんですけど、まあ、痛がろうとあの痛がらなかろうとデッドボールを受けたら一塁に行けるわけですね。絶対二塁までは行けないし一、えー、塁に行ける。だからこれ,ってこれは一応。 あの結果には左右しないってことで、まあ、今回は取り,取り扱わないということです。で、えー、とこれは僕の、まあ、答えというか意見なんですけど、うん、不分率は守りましょうっていうそういう立場です僕は、はい。だから野球で大量にリードしている時には盗塁はしてはいけないし、えー、とロードレースみたいな時にはトラブルが発生したら、まあ、そのタイミングではまあアタックはかけないと、えー、そういう意見ですね。はい でこれについてなんですけど、えーとまあ、あの陸上競技とあの話を比較をしながらやると分かりやすいかなと思って、陸上競技を題材に出します。で昔、僕はあの陸上競技やってたんです、中学校、高校で陸上競技やってたんですけど、その時に陸上競技においてはですね、あのまあ、競技の結果を左右するような不分率はまあほぼないですね。はい あのさっきみたいに、こういうやつですかとこれこれあの、トラブルが発生したタイミングでアタックを仕掛けてはいけないとか、そんなことな,ないですね、陸上競技は。あのたまにあるんですけどあの、スタートした直後に転んじゃう選手っているんですよあの、スタートでみんなが横一列に並んでるので、長距離の競技とかでスタートした瞬間に転んじゃうとかっていうことあるんですけど、じゃあ、転んだから、あちょっとじゃあ、その選手を追いつくまで待つかとか、そんなことないんですね、陸上競技は。 この選手がいようといまいと、えー、ちゃんと、えー、走っていくっていうのが陸上競技ですね。で、まあ、じゃあ唯一陸上競技でまあこれはなんか不分率みたいなものかなっていうのはこういうのはありますね。あのマラソンとかであの給水ボトルを取り損ねた選手にあの周りの選手が水を分けてあげるとかっていうことは。 あるんですけど、まあ、当然これもルールブックにはないわけですよ。周りの選手で水を取り損ねた人がいたら水を分けてあげ,、ね、あげなければいけないなんてルールはないので、まあ、これも不分率ですよね。で、これくらいだと思います。陸上競技でこういう不分率があるのは。はい。で、陸上競技ってほぼ不分率はないんですけど、ロードレースってかなりあります。あの不分率ってのはあれですよ。あの競技の結果を左右する不分率ですね。で なんでかなって考えた時に陸上競技とロードレースって、まあ、企画、まあ、ルールの中での企画企画っていうのは何かこういう条件でやりなさいみたいなそういうものがロードレースと陸上競技はかなり対極にあると思ってます。で陸上競技っていうのはコンディションをなるべく一定に保った上で個人のタイムをもってして競うものが陸上競技。 だと思いますもうここはかなり僕個人の感想、えー、と意見ですね。だから陸上競技って、陸上競技場が1周390メートルですねとかっていうことはないわけですよ。陸上競技はじゃあ絶対400メートルですね、1周。えっ、ー、と、とか、じゃあ強い追い風がついた吹いたときは、えーまあ、参考タイムにしましょうとか、追い風は2メートルまで、えー、強要しますけど、それ以上はだめですよとか、陸上競技ってかなり、 え厳密にここうううういい条件ででやりまましょうっていうことが決まってるわけですだから陸上競技ってほぼ全てのことが想定内に収まるわけです。に対してロードレースっていうのはあのほとんどあの想定内に収まることがかなりないわけですね。コースは毎回違うし路面の状況も違う、まあ。パンクみたいなメカトラっていうのはもう運みたいなもんですよね。いつ誰に起こるか分かんない。うん、いということは。 これロードレースって陸上競技に比べてはっきり言って予測できないことがもうめちゃくちゃ極端に多いんです。じゃあそういう時に不分率は何のためにあるのかなっていうことを考えたんですけど、不覚的要素が多すぎて明文化できないわけです。こういう特にロードレースみたいなものっていうのは。で、じゃあ仮に明文化して、 しししたととてても,もう判断基準が曖昧になってしまうううかそういうわけですよ、ね、じゃあトラブルが起きた時にアタックしちゃいけないじゃあアタックって何時速何キロ以上がアタックとか、えーえー、あるいはじゃあ、えー、トラブルが起きた時にゴールの手前10キロだったらいいのかとかいやゴールの手前100メートルでトラブルが起きてもアタックしちゃいけないのとかまあそういうことがあるわけじゃないですかだからもう明文化したとしてももう判断基準が曖昧になっちゃってよくわかんないとか。 そういういよくわからないことだらけな競技それがローードレースななわわけですよよくからないことがとにかく起こるのがロードレースでじゃあそういう時に多くの人が気持ちよく競技に参加してさらに観戦できるようにするものっていうのが不分立なわけですでその多くの人が気持ちよく参加できるとか多くの人が気持ちよく観戦できるっていうのはもうそれ自体が文化ですよね。その だってなんかつまんない競技とかあの参加してつまんない競技とか参加してあの感染してつまんないとかそういう競技が広まるはずはないのでその競技のその競技が発展するために必要なものっていうのは僕は不分立だと思ってるわけですつまりその精神そのものだと思うんですねロードレースとかあるいは陸上競技とかそういうものの 精神そのものもなわけですでじゃあこういうことですロードレースってじゃあトラブルとかの、まあ、不運ですよねそういうものに乗じて勝つスポーツですかって言われると違いますよねなんか相手の不幸とか不運に乗じて勝つスポーツでは断じてなくてロードレースっていうのはこれは僕の意見ですけども、まあらゆる状況にチーム全員で対応して勝つそういうスポーツですよね じゃあさっきの陸上競技っていうのも陸上競技っていうのはほぼ不分率がないんですけどじゃあそれはなぜかっていうと陸上競技っていうのは常に自分のベストを尽くすスポーツだと僕は思ってますだから 100m 走る時 200m 走る時 1500m でも何でもいいんですけど他の選手がそもそも陸上競技ってトラブルが少ないですしじゃあトラブルが起きたとしても自分は自分で全力を つ、えー、くして、えー、ベストタイムを出すとでその中でベストタイムを出して、えー、そのタイム、えー、に対して順位を,をつける、えー、っていうそういうスポーツですよねあの1対1で戦うスポーツじゃないですよね陸上競技って、えー、一気に、えー、じ一気にというか何人とか複数人出してその中で自分のタイムを、えー、それぞれの人がベストを出してでタイムに順位をつけるっていうものなので陸上競技は あのかなり不分率っていうのは少なくなってくるわけです。というこういう精神そのものに準じて作られたものっていうのが、えー、不分率、えー、だと思うので僕は不分率は守るべきだというふうに思ってるわけですで。とはいえちょっとその不分率についてなんかいやいやとはいっても競技の成績を直接分けるんだから、えっと、本当に守る必要があるのって思う。 かもしれないんですけど多分日本のスポーツってちょっと違うところがあって多分こういうところに根ざしてると思うんですよねこれはまあちょっと文化的な背景があると思うのですぐにはあのこれが解決策だみたいなところはないと思うんですけど、まあ、剣道とか柔道とか、まあ、武道とか、うん、あとはその高校野球とかでも、まあ、トーナメントになってるから、まあ、負けたら終わりとかそういう、まあ、負けたら終わりですよねもともとその剣道とか柔道とかっていうのはまあ戦の時に その勝つたたためにやっってたものととかだったりするまりこういう生きるか死ぬかの時に、まあ、全力で勝ちにいくっていう、まあ、そういうものだったら、えーまあ、あのこのことわざがあの正しいた例えになってるかわからないですけど、まあ、ライオンはこうウサギを狩るためにも全力を尽くすみたいなそういうところがやっぱり日本のスポーツにはあるじゃないですか。まあ、だから まあはっきり言って勝てばいいのかとか相手の不運につけいっていいのかとかいうところは多分あると思うんですよね。で確かにこう戦で戦っているところだったらはっきり言って負けたら死ぬわけですからまあ相手の不運だろうとなんだろうとそういうところにつけいって勝たなければいけないっていうのは確かにその通りなんですけどじゃあスポーツとして見た時にどうなのかっていうところはえまあそれぞれの人が自分なりの答えを持っていかなきゃいけないところかなと思います。 というところで、えーと、不分率についての動画を撮ってみました。じゃあこれで終わりにします。ありがとうございました。